今回はですね、今年の春夏で、おすすめしたい、まあ、マストバイのコートを紹介していこうかなと思っております。それでは行ってみましょう。オクテットチャンネルということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテットメンズファッションチャンネルの安藤です。ちょっとね、一つコートを紹介したいなと思っております。まあ、冬がもうね、うちのアイテムでいうと終わって、もう今の時期からどん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 春夏の新作っていうのが、入ってきます。ぜひね、もう今のタイミングから今年の春夏何買おうかなと考えていただきたいなと思いますし、実際僕もすごい考えてますし、あのお客様とお話しててもそういう話が結構出てくるんですけど、そんな中でコートをね、今年の春夏に買おうと、欲しいなと、なんかいいのないかなと思ってる方は、これを見逃したらまずいなというのを、先にねご紹介しようかなと思います。イーボっていうブランドを今年から、2024年の春夏からうちも取り扱いをさせてもらうことになりました。結構ね、人気なブランドなので、もうね、好きな方はやっぱり知ってると思いますし、持ってるよっていう方も多いと思います。取り扱ってるお店もちょこちょこ増えてるんじゃないかなとも思うので、でこのイーボーのコートがですね、もうね、去年あたりからすごいやりたくてですね、ようやく春夏から、入ってきたんですけど、このブランド自体は、2010年ぐらいですかね。なんでまあそんなに古い歴史あるブランドってわけじゃないんですけど、今は2世代目なんですかね、多分テイラーの父から、受け継いで、息子さんがこう会社引き継いで、ブランドもやってっていうような感じで多分やってると思うんですけど、クラシックな、そのテーラーリングの良さっていうのと、現代のその今時な感じのデザインとか、雰囲気っていうのをこううまいことミックスしたアウターの専業ブランドになってて、今の僕らのこうファッションっていうのにもうズバリハマるような、アウターになってて、すごくねかっこいいですし、あのめちゃめちゃおすすめしたい、コートの、一つです。はい、ということで、まあ、実際にね着てみたんですけど、これねブランドを代表する定番のモデルで、オフティニーというブランドになってます。どんなところがいいのかっていうところなんですけど、まず、襟のあたりとか結構クラシックな感じで、しっかり幅も作ってあるようなデザインなんですけど、肩が若干落ちるようなね、ドロップショルダーって言いますかねになってて、気持ちこうなんていうんですかね、リラックスした感じっていうのが、デザイン的にも組み込まれてると、まあ、こういったクラシカルなこう見た目雰囲気っていうのとはちょっとこうまた違って、この生地が、春夏の素材なのでちょっと薄めのやつなんですけど、コットンと、ポリエステルのコンボ素材になってて、ちょっとこうシャカシャカ感のあるようなテックっぽいような生地感になってます。すごくこうスポーティーな生地感になってて、こういうジャケットとタートルとか、こう例えばまあタイドアップしたスタイルとか、まあ、そういった、カチッとしたスタイルにももちろんハマりますし、こうもっとスウェットパンツとかパーカーとか合わせてもらって、こうすごいボリュームのあるスニーカー持ってきてもらうみたいな、そういう履き方でも、全然いけちゃうぐらいのシルエットになってます。オンもオフもどっちも使える、本当に優秀なねコートだなと思ってます。シワ感があるような感じなので、まあくしゃっと持っててもシワ気にしなくても全然いいと思いますし、まあこういった生地なので、まあ例えば梅雨の時にね、ちょっと雨降っちゃう時なんかも撥水の生地になってるので、まあ気にしなくてガンガン切れるかなとは思います。まあ何よりこのねデザインがすごくかっこいいと思うんですよね。他のコートブランドとかにもないような結構かっこいいデザインだと思うので、シルエットだったりとか襟周りのこうしっかりした感じだったりとか、ベルトがついてるようなね、まあ、その辺がすごくいいなと思います。まあ、最初はまずは分かりやすくジャケットのコーディネートでちょっと着てみたんですけど、もう一個ね定番のモデルで仕入れてるやつがあるので、それもちょっと着てみようかなと思います。ということでね、もう一方ですね、ブリンディチっていう定番のモデルなんですけど、先ほどのオスティーニの、ダブルバージョンだと思ってもらえれば大丈夫かなと思ってて、そこからさらに今っ
ぽさというか、まあ、ラグジュアリーさというんですかね、まあ、今っぽさみたいなところがこうプラスされたモデルになってます。ボタンが1個だけっていうね、ちょっと珍しい仕様になってます。裾にかけてグワッと広がるような綺麗なシルエットになってて、結構ゆったり本当にガバッと着るようなコートになってます。今時なちょっとオーバーめなスウェットだったりとか、分厚めなねニットを着てこうガバッと羽織る時にもすごい使いやすいし、先ほどのタイプはちょっとクラシックな印象が強かったんで、ジャケパンとか綺麗めなスタイルとかの方がハマりやすいかなっていうのはあるんですけど、こっちの場合はもっともっとカジュアルにね、着崩してあげてもいいんじゃないかなというような仕様になってます。特に今回のこの選んでる生地がですね、めちゃめちゃ良くてですね、ポリエステルと、レーヨンとポリウレタンの3つの糸が入ってるやつなので、すごい伸びる、楽に着れる、軽い、そしてシワ気にならない、ツヤ感のある素材っていう、まあ、ハイスペックすぎる生地になってます。多少のこうストレッチが効いてる、これ見てもらうと多分わかると思うんですけど、グイッと伸びるような素材になってます。中に結構着込んだ時とかに肩周りとかが窮屈にならないっていうのはすごいいいのかなと。で特にダブルだとこういうねベルトしてる時とかもなんか生地がねこうガバッと余るような感じになるんで、シワの感じすごい綺麗に見えますよね。ボタンとかがねすごいかっこよくて、結構大きめなボタンなんですけど、ちょっとこうマットな感じなのでそこまでこうやらしくないっていうところ、こういうところまでねこだわっててすごいかっこいいなと思います。春夏のシーズンのアイテムではあるんですけど、個人的には冬だったりとか、秋口も使えなくもないんじゃないかなとも思ってます。冬着る場合一回ね中にねアウターを着込んでその上からコート着るっていうのがおすすめなので、ちょっと一度やってみようかなということでね、まあ、冬着るんだったらこんな感じがいいんじゃないかなと思って、ボアのブルゾンをちょっとね着込んでみました。ミドルアウターを着込んだ上からさらに着るっていうのも全然できちゃうぐらいの、シルエットになってます、まあ、お腹周りもだいぶゆったりしてるんでまだまだ余裕ありますし、こういう着こなしもね楽しめるのかなと思います、まあ、かなり万能にね使えるんじゃないかなと思います。もう一色実は仕入れてるやつがあるんで、それはもっとカジュアルな感じでねちょっと着てみようかなと。こんな感じでねもう一色の方着てみました。ブリンディのね同じ素材の色違いの方なんですけど、グレーベージュって感じですかね、今っぽいすごいニュアンスのある、カラーですし、まあ、春先とかね、まあ、秋でも全然使えるかなとは思うんですけど、まあ、特に春とかには使いやすい色かなと思います。デニムとこういうパーカーですね、すごいカジュアルなスタイリングでね今度着てみたんですけど、もう全然いいですよね。やっぱり全然いいどころかもうむしろ今っぽくてすごいおしゃれな雰囲気がぐっと増すと思うんですよ。テーラードのねカチッとしたコートを着るっていうのももちろんかっこいいですし、なんかその場合は外しの場所が変わるというか、テーラードなカチッとしたやつにテーラードのデニム履いてパーカーってなるとパーカーが外しのアイテムになるじゃないですか。まあコートとパーカーが結構こういうスポーティーな雰囲気だったりカジュアルな雰囲気になってるので、まあ今度は逆にデニムとねこう靴っていうのがきれいめな感じで、すごくねこうカジュアルとドレスのバランスっていうのが絶妙にこう変化するような、コートかなと思ってます。まあワイドパンツとか好きな方でもねそういうの履いてもらってもいいですし、こういうねヤコブとか、インコテックスみたいなね細身のバチッとしたやつ履いてもらっても絶対かっこいいので、まあ、何でも合わせれて雰囲気がグッと出るおしゃれなコートだなと思ってます。スプリングコートだからっていうのもありますし、一応ね8万円台と9万円台っていう風にどちらもなってるので、まあ、かなりこの作りとか汎用性とか、考えたらコスパはねいいんじゃないかなと僕は思ってるので、というかまあ価格とそのアイテムのねバランスがすごくちょうどいいのかなと思ってるので、ぜひねおすすめしたいアウターです。一応サイズの展開がですね44から展開があります。50までかなあると思うんですけど、まあ、基本的にはジャストサイズ、普段のサイズで大丈夫だと思います、はい、僕普段44とかなんで、まあ、このコートどちらも44着てたんですけど、ちょっと袖長かったりとか
肩がね落ちる感じとか先ほどのやつでも若干あったんですけど、それがもう計算のうちになってると思うので、まあ、そういう着方をしてもらうっていうのでね、自分のサイズで選んでもらえたらいいのかなと思います。そんなにこう丈も長くなりすぎないぐらいなんで、まあ、一番かっこよく着こなせるサイズ感なのかなと思います。このアイテムはおすすめなんで、早めにねチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。今日はね新作の紹介をさせていただいたんですけど、まあここから本当にもうたくさん新作が入荷してきて、人気のアイテムはバンバンバンとすぐなくなってしまったりもします。なのでね、まあ、ぜひこの動画でもできるだけ早めにお伝えできればなとも思ってるので、まあ、チェックしてもらえると嬉しいなと思いますし、まあ、春夏にねどうしても欲しかったなってやつをね逃さないためにも、ぜひ見てもらえたらいいかなと思います。毎日8時に動画更新してるので、ぜひチャンネル登録と高評価通知オンですね、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。